事故があったのは札幌市豊平区にある札幌大学のグラウンドです今月6日の午前9時半ごろ札幌新用高校の女子硬式野球部の生徒5人が練習の準備をするため移動式の防球ネットを運んでいたところバランスが崩れて倒れ生徒1人が下敷きになったということです防球ネットは高さ2 9メートル奥行き6メートルあり生徒は頭を打って意識不明の重体です あのまずは今ですねあの、怪我をしている生徒の一日も早いあの回復を願ってやみません信用高校ではきょう午前までに生徒や保護者への説明会を終えていて、この後会見を開く予定です警察は現場の確認を行い事故の原因を調べています